ねえ、今日飲ましてくれるお茶ってこれですか？私が飲むのに一番適してるお茶みたいだけど。適してるかどうかは不明ですが、このお茶の名前は東方美人茶ですが、東方は東アジアを意味してると思います。美人ってのはやっぱり美しい人だと思いますが、見た目じゃなくて心も優雅でないとね。やっぱり私のことじゃん。まあそこんとこは置いといて、このお茶はウーロン茶の種類なんだよね。ウーロン茶って日本茶とどう違うか知ってる？特にこの東方美人茶は台湾中西部の新竹県ガビ郷が産地なんだって。標高1000メートル以上の茶園で生産されるんだって。このオリエンタルビューティって名前は一説にはビクトリア女王がつけたって言われるけど、年代的におかしいって話もあるから、その真偽は定かにあらずって感じですよ。お茶受けにチョコレートを準備しました。どうぞ召し上がってください。では早速いただきます。すっと喉を通っていくって感じですね。美味しくいただきました。ありがとうございます。